推しメンナンバーその3、中富の鎌足様。鎌足様といえば、クーデターを起こして最強政治家一族蘇我氏を滅ぼし、大化の改新で国の政治をガラッと変えたことで有名だ。鎌足様はこの時一緒に戦った中野大江の王子にぞっこんだったとか。サッカー中の王子の靴がすっぽ抜けた時、鎌足様はすかさず拾って差し上げた。すると王子は自分より身分が下の鎌足様に丁寧にお礼をされたのだ。その人柄に鎌足様は惚れ込んだそうである。偉業を成し遂げたお二人のまさに運命の出会いだな。ちなみに私と氷くんの出会いはお互いバッチバチの喧嘩腰であった。それが今やと友達だものな。まったく人生というものはわからんものだよ。最強歴女と最強不良が悪霊退治？歴史ゴーストバスターズ4巻発売中。